どうも、ロイヤルユニオン三次郎ワーズって言い慣れてくる気がしない。で、楽しみでオザフトボーです。ね、略すときはロイヤルの方なんですかね、三次郎ワーズでいいんですかね。ロイヤルなんとかとかね、なんとか三次郎ワーズって言っちゃう気がするんですけど、というわけで始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはこちら、三笘がハットトリックできた理由とプレミアで活躍する方法というわけで、ブライトンからですね、こちらのベルギーの、ロイヤル三次郎ワーズにですね、ロイヤルユニオン三次郎ワーズに、もうね、早速出ましたけれども、レンタル移籍中のローン移籍中の三笘なんですけれども、まあ、ご存知の方多いと思います。リーグ戦11節のですね、スラン戦ですね、チームがですね、前半0対2とビハインドの状況、しかもね、退場で1人少なくなった状況で出てきてですね、4対2の大逆転に貢献どころかですね、もう全得点に絡んだって言っていいと思います。この後説明しますけれども、2得点目もですね、三笘の、まあ、働きが、直接的ではないですけど、かなり重要なですね、まあ役割を担っていました。なんでですね、今回なんで三笘がこんだけ活躍できたのか、もうね、主人公でもあるでみたいに言われてますけど、もうこの試合に関してはですね、本当に別格っていうか、今後三笘が使われなかったらおかしいみたいな、そんな活躍してくれましたので、まあ、その辺ね、三笘の場合はすごく論理的に考察してお届けできる、すごいね、こう語りがいのある選手なんで、最後まで楽しんでいただきたいと思います。というわけで、この試合のですね、スタメンまずご覧ください。はい、まだね、当然三笘出ていませんけれども、このですね、三次郎ワーズのスタメン、まあ、この352、まあ、5122みたいな感じですね。この532のですね、まあ、守備がすごい硬いチームというか、連動していて非常に好感が持てるチームでした。こちらをご覧ください。ボードを使って説明しますと、相手チームがですね、まあ、この、赤のですね、スランで、このスランがですね、ボール持った時に、もうオーソドックスではあるんですけれども、2トップの選手がですね、プレスをかけに行って、その時にですね、当然、ボランチの選手相手降りてきますけど、こういったところですね、最初は、2トップが切りながら出ていくんですが、浮いてしまいそうな時には後ろの選手が連動する。で、その後からですね、サイドにボール流れたら、ね、基本的にはインサイドハーフが出ていって他がスライドしてって感じなんですけど、ここが間に合わない時にきちんとウィングバックが出ていって、後ろのディフェンスラインでスライドして逆サイドを開けるみたいな、結構ね、5-3に使うチームでオーソドックスなんですが、この2パターンの守備、インサイドアウトが出ていくパターンとウィングバックが出ていくパターン、両方仕込めてるチームってですね、なかなか少ないんですね。なんで、まあ、個人個人の判断でちょっと遅れてしまうところはあるんですけれども、2トップの守備の仕方を見ていると、すごくね、この守備が練り込まれてるのが分かります。2トップが雑に出ていくんじゃなくてですね、きちんとこの 5-3-2 の状態からですね、後ろの選手がきちんと来てるかどうか、この縦の連動ね、縦のこのスライドが間に合ってるのかっていうのを気にしながら、中を閉じつつ、センターバックにプレスをかけて、そこから外に追い込んでいって、後ろの選手もですね、周りからの声かけなんかあったりですとか、自分自身の確認をちゃんとね、することによって、相手の選手浮かないようにちゃんとずれていって、相手にとってですね、近いパスコースを、まあ、提供しない、そこを全部潰すみたいな、こういう守備ができていますので、三次郎ワーズいいチームだなというふうに見ていて思いました。で、そんな中でですね、ちょっとこの三次郎ワーズの問題点、まあ、これ両チームにあったんですけれども、やっぱりベルギーリーグってですね、ここからこうステップアップしていく選手が多いじゃないですか。なんで野心とですね、この勝利のバランスが取れてないっていう、まあ、現象が起きている。一人一人が自分がいいところを見せたい、上に行きたいっていう野心強すぎてですね、簡単にはたいたりとか、逆サイド使った方がいいっていう時にですね、どん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 前にパスを送ったりとか、自分で仕掛けていっちゃって、結果、袋小路に追い込まれて、ボールを奪われるっていう、まあ、そういった現象がですね、多くなってしまうんですね。俯瞰から見ていたりですとか、チーム全体のことを考えると、このね、サイドに揺さぶったり、テンポよくね、ワンタッチツータッチで叩いてくれる選手がいるとすごく助かるじゃないですか。チェルシーでいうジョルジーニョだったり、バルサでいうブスケツみたいな、そういった選手がですね、一応役割的にはいるんですけど、このね、三次郎ワーズで言ったら、6番のニールセンとか多分そういう選手なんですが、ただそれでも縦に急いでしまう。特にですね、ボール持った時に、まあ、不用意にスピードを上げてしまう。体からボールを離したボールの運び方をしてしまって、当然相手はそれを奪おうと寄せてきますので、その時にスピード落としきれず、後ろへのパスコース、横へのパスコースがなくなって、前に前に急ぐことによってですね、ボールを失ってしまうという、そういう現象が起きていました。なんで、こういう風にね、広いスペースに相手がこう
寄っていった後に当然できてくるのは逆サイドのスペースなんですけど、広いスペースを使った攻撃ができないんだったら狭いスペースでここで剥がせる選手がどうしても必要になってきますね。そんな時に誰が必要ですか？せーの、三笘っていう感じなんですけれども、今回ね、そういった状況、まあそういったチームの状況の中で三笘が後半に投入されました。投入された時のね、布陣こちらです。はい、投入された時1人少なくなっていますので、三笘左ウィングバックの位置に入りまして、まあアンカーの選手がね、まあ1列前に上がってインサイドハーフ1人いなくなったんで、まあ 3-4-2 みたいな、まあこういった形になりました。で、三笘投入されまして、48分25秒縦突破からですね、マイナスの折り返しで、もうね、なんか挨拶代わりみたいな感じで三笘の素晴らしい突破力が出ましたね。で、この試合のですね、三笘っていうか、まあ三笘がなんでいい選手か、これ久保建英とか三笘とかですね、あの日本代表の配信とか、まあそういった質問を受けるときに、僕この二人はですね、いろいろ批判されたとしても、また調子悪い試合があったとしても別格だっていうふうに言ってるんですけど、それなぜかっていうと、後出しじゃんけんができるんですね。逆をつく習慣がついてる。これがですね、まあ、この試合の、まあ、いいところにすごく凝縮されていまして、まずですね、ボールを運んでる時に、相手のつま先を見たドリブル、まあ、つま先じゃないかもしれませんけれども、ただ抜く時の共通点として、あのスピードでですね、まあ、用意どんで一緒の状況で走り出して勝つ時以外はですね、相手の体の向きで、まあ、体向いた方につま先人間って向くじゃないですか。そっちと逆に行くことによってですね、相手がもう体の向き作り直さなきゃいけなくなって、まあ、抜かれるみたいな、こういう逆をつく習慣が一つありますね。でもう一つはですね、三笘のドリブルの仕方、これですね、中島翔也とかもそうなんですけれども、軸足をですね、前に持ってくるドリブルと軸足を後ろに持ってくるドリブル、両方使えるんですね。なんで、こうボールをですね、自分の、軸足の後ろに置くことによって、相手が詰めてこれない、足出そうとするとその逆にいけるみたいな感じで、相手が自分と同じラインの方で守備をしようとしたら、これとか使うと分かりやすいんですかね。三笘がこうボール持っててこっちに攻めるとして、相手がちょっと自分と同じ方のライン来たら、一気に自分の後ろの方の足からグッと前に持っていくことできますし、これ嫌がって相手が縦に来たら、今度縦行くよって見せかけて中にグッて持ってきて、カットインシュートとかですね、逆サイドへのクロスとかをまあできる感じで、これなんかも逆をつく習慣ですよね。で、三笘がですね、どんどん、まあ、成長してる部分、新しい武器として見せてるのがオフザボールのところでして、これもですね、奥行きを作る選手、誰かが裏に行こうとして、それによってできた手前のスペースを、自分が使うとか、もしくは自分がドリブルしてる時にですね、この奥のゴールキーパーの目の前に入ってくる選手にパスすると見せかけてマイナス使うとか、この辺にも逆をつく習慣が出ていますので、ドリブルの時の相手のね、体勢を見たドリブル、相手の、ね、動きの逆をつく、ね、後出しじゃんけんをするようなドリブル、そしてパスを出す時、出される時の、このね、逆を使うような、そういったですね、パスの出し手として受け手としての動き、こういった逆をつく習慣がですね、凝縮されているのが、まあ、久保建英だったり三笘だったり、世界的なプレイヤーだとメッシだったりネイマールだったり、こういった選手なので、そういった選手がね、まあ、日本人にいるっていう、そしてちゃんと結果を出しているっていうのがすごく嬉しいポイントです。で、ここからはですね、いくつか、画像を使ってそういったシーン紹介したいと思います。はい、51分10秒のシーンですね。三笘はですね、ここでボールを待ってる、この選手でして、今左から右に攻めてる黄色いユニフォームが、ジロワーズです。サンジロワーズですね。で、ここからですね、パスが出て今ここにボールがあります。でですね、三笘ここで待ってるんですけど、まずですね、相手のこのサイドハーフのちょっと後ろ、このファジーゾーンですね、あのサイドハーフがつくのかサイドバックがつくのか曖昧になるエリア、ここでボールを受けて前を向けると、サイドバックが釣り出されるので、ディフェンスラインにズレが生じてチャンスが作りやすいと。で、この時にですね、この選手は三笘にボールが入った時にね、ディフェンスラインの選手前に出したくないんで戻って対応したくない。なんで次のシーン、はい、ここに三笘にボールが入った瞬間です。戻って対応してますけど、三笘ここでちょっとボール浮いてるんですが、この時にですね、前の方で止めすぎない、体の中心で、ボールを止めてですね、2タッチ目でこのね、左足で止めた後もすぐにですね、右足の2タッチ目で前に加速するんですね。はい、なんでこのようにですね、ボール受けた瞬間にね、ボールホルダーの方が当然相手より遅くなるものなんですけど、1タッチ目で止めて2タッチ目でもう用意ドンできていますので、なんでね、相手の選手がですね、すぐ追いつけない状況になって次のシーン、わかりますか、三笘はここなんですけれどもね、さっきドリブルで受けた位置からですね、相手との差が縮まるどころか、相手もね、追いかけるのやめてるんですね。前半左のウィングバックが入った選手、この後ね、あの後半右に入ってましたけど、こういったプレーできないんですよ。で、三笘はここで加速して、もうサイドバックと1対1の状況で、で、これね、この向き的に不思議なの分かりますかね、この選手。内側向いてるんですけど、普通ならディフェンダーって外にですね、相手を追い出したいんですが、
この選手が外側向いてたんで、さっき言ったつま先の向きの逆をついて内側にグッとボールを持ってきて、二人一気に置いていってしまって、ここからですね、ずっとドリブルしていって、最終的には、まあ、潰されてしまったんですけれども、ね、投入されてすぐだったんで、これでですね、なんか正直、まあ相手のですね、まあ力を測ったって言いますか、自分が無理していってどこまでやれるのかを測ったようなプレーに僕には見えました。でですね、さっきワンタッチ目で止めて、ツータッチ目でっていうところで、ちょっとね、三笘の出身クラブの川崎ファンの方ならもう気づいたかもしれないですけど、それって川崎のね、まあある意味風間イズム的なところですよね。ワンタッチ目で止めた、まあその足が軸足になってツータッチ目で蹴ってるみたいな。で、ドリブルって自分へのパスみたいな言い方をするじゃないですか。なんでこれって自分へのパスとして最高のドリブルしてるんですね。後ろから来たボールですね、右側から来たボールを左足で止めます。その時真ん中に置いて右足で、もうその止めた左足を軸足にして右足でですね、一気にボールを運んで自分の体と一緒に持っていくことによって相手を置いていって次の人とも1対1してる。で、その次のサイドバックの体の向きを見極めて内にグッと運んで一気にボールを持ってってしまうっていう、すごくですね、シンプルに三笘がやりすぎてるんで技術の凝縮気づかれにくいんですけど、三笘の技術が凝縮された素晴らしいシーンだなっていうふうに思いまして、このファジーゾーンでのボールの受け方から受けたところからの、動作選びの完璧さみたいなですね、ボールテクニックの高さみたいな、そういったところをですね紹介したくて取り上げました。で、続いて1ゴール目。はい、このシーンなんですけど、左サイドでね、これボール持ったのが三笘で、このサイドバックもう2回ぶち抜いています。で、この選手に対してですね、まあ逆サイドから、ボールが、このね入ってきた後にすぐ正対している、正対っていうのはおへそをですね相手に向かって向けることによって、ね、おへそを隠してしまうとその方向にしか行けないんですけど、おへそ向けることによってこっちにもこっちにも行けるみたいな。で、三笘ぐらい加速が上手い選手だとそれにですね相手が、こう対応しきれない、両方ね相手が対応しできない方のに、このドリブルでボールを運ぶことができますので、なんでこう正対されてですね、もう突っ込むかどっち側を切ればいいのかっていうのをちょっと困っている状況です。で、相手がねもう戻ってダブルチームを組もうとしてるんですけど、次のシーン、はい、三笘もう完全に相手に正対した状況で、これですね、さっきちょっと言った48分のシーンなんですけど、48分のシーンはここでですね、手前側を使われて、三笘が手前側にボールを出したことによって、このねマイナスにボールを出したことによってチャンスになりました。なんで相手はですね、こっちを意識せざるを得ないんですね。で、もう一つはこの、選手ですね、2回ぶち抜かれてまして、縦にも行かれている。なんでですね、飛び込めなくなってるんですね。もう何回もぶち抜かれるわけにはいかないと。なんで抜かれるのやだし、マイナスもやだしっていうところでこの選手止まってるんで、結果三笘どうしたかっていうと、ここからですね、まるでゴールのね隅っこに味方がいるように、こういうパスのようなですね、ファー側へのコントロールショットを打つんですね。なんでこれは前のプレーが伏線になって、きちんと正対をすることによって、相手のね選択肢をですね、まあこう絞りきれない状況にさせる。で、そこでですね、最終的にゴールを、奪える、シュート打てる位置まで、ボールを持ってきましたので、そのまんまですね、外側に、まるでショートパスのように流し込んだっていう、こんなすごいプレーできる日本人いるんだっていうようなですね、素晴らしいプレーをしてくれました。で、結果こちら、はい、2ゴール目の前なんですけど、お分かりですね、これもう三笘が持った時こうなっちゃってます。すごいですよね、このダブルチームでのですね、三笘へのマーク。で、結果ですね、それによって、まあ他のところは空いてきますし、このシーン戻した後にですね、ファー側の選手がですね、押し込んだんだったかゴール絡んだんだったか、まあ、いずれにしろですね、ファー側が開けやすくなる、その原因作ったのは完全にね、三笘にはもう2人で使わないとやられるぞっていう、まあ、こういう状況でしたので、もう三笘がね、ここまで積み重ねてきたプレーがですね、同点ゴールに結びついたって言って、全然過言ではないと思います。で、最後、オフザボールの駆け引きです。はい、75分51秒、味方がここでボールを持っている状況、この選手ですね。まあゴールここでね、ディフェンスこの選手とこの選手、まあこの2人のね気持ち考えると、まあ分かると思いますけど、ここのこのエリアですね、このエリア、ここにですね、運んでってシュート打つか、三笘が入ってきてですね、ここにスルーパス出されてシュート打たれるの嫌ですよね。なんでこの選手前のめりになってます。で、三笘もそっちに走るよっていう風にこう見せかけてますね。で、この後三笘が取った行動、はい、お分かりでしょうか。これね、ここ相手がですね、前に出てきて、まあ、ここもね、ちゃんとシュートコースをですね、気にするっていう、このね、二人の間が、ま、閉じざるを得ないようなディフェンスの状況。なんで、三笘は内側入って、それ閉じさせた後に背中側に走って、
ここからこういうスルーパスできて三笘ね裏に抜けてってゴール決めました。なんでこのオフザボールの駆け引き、手前行くぞで相手のもんを閉じさせて背中側通って、閉じたもんですけどボールが通るスペースはありますので裏で待ち合わせてそこで落ち着いてゴールを決めてしまうっていうですね、まあ三笘の恐ろしさがまあここでもですね見られたと思います。でね、まあ4ゴール目はまあ皆さん、見ていただいた通り最初に説明したですね、逆を突き続けるドリブルね、もうスペースにですねボールを蹴り出すような、まあ軸足が後ろになるドリブルと、そこから相手が近寄ってきた時にもう軸足前になるドリブルにして、相手がですね体をすぐに方向転換できない方に持っていって、最終的にそこからまたスピードに乗ってファー側にシュート決めるっていう、かつてクラシコでですねブスケツからボール受けたメッシがあんなゴール決めていましてね、まあスピードも当然あるから、ああいった凄まじいゴールにはなるんですけども、ただスピードだけじゃないね、そこに技術が詰まっていて緩急で抜き切るっていう理論としては説明できますけど、それはねこのベルギーリーグで異国の地でですね相手のフィジカルめちゃくちゃ強い状況でねできる三笘っていうのは、まあ、凄まじい選手だなっていうふうにそういうふうに思います。じゃあ一応弱点ないのかっていう話なんですけど、三笘に関しては、どこで使うかにもよるんですが、ウィングバックの場合やっぱりスライドの守備のところ、相手が強くなった場合にあのセンターバックの背中側をね、5バックのウィングバックってセンターバックの3バックの脇守んなきゃいけなくなるので、そういったところの守備でですね失点に絡んでしまう可能性あるかもしれません。ただそこはきちんとね戻る守備とかしてました。ただ三笘が前に出てくときに後ろの選手がスライドしてない、これは後ろの選手の遅れとも見えますし、三笘が一人で突っ込んだっていうふうにも見えますので、このあたりはですね後ろの選手との連動っていうところをですね今後ウィングバックのポジションで使われるんならしっかりしていかないとね、あの調子が悪い試合っていうのは出てきますので、ドリブルがね、うまくいかないときに、失点の原因になったとかそのポイントばっかり攻められるということは、あるかもしれません。で適正ポジションの話なんですけど、三笘自身はですねこの、チームで適正ポジションはフォワードか左ウィングバックだっていう、話をしていました。でですねこの 5-3-2 のシステムってどうしても三笘にですね最適みたいなポジションがまあありにくいシステムなんですね。ウィングバックだと今、申し上げた通り、このセンターバックの脇のケアだったりですとか、そこでのね、クロス対応だったり、あとは出ていった後のですね、そこの連動の守備。まあ、三笘がですね、川崎でやってた時よりも、守備的なですね、タスクを、まあ、忠実にこなさないと失点に直結してしまうような、そういったポジションが 5-3-2 の、このね、サンジロワーズでのウィングバックのポジションです。なんで、まあ、当然残ったのはフォワードっていうところになるんですけれども、三笘が入るまで、フォワードの選手たちはカウンターでね、2トップ高い位置にいてサイド流れるみたいなことありますが、あのボールをねきちんと、持つ、シーンも多いチームですので、フォワードの選手はウィングバックにサイドのポジションを任せて中央に残ってるんですね。てなると三笘が得意なですねサイドに流れてですねサイドバックとの1対1からどんどん加速つけてって、中の選手とコンビネーションしたりとか、そういったプレーがしにくいんですね。なんで今後、まあ、もしかしたらシステム変えて 5-2-3 の、システムを採用する、その時の3の一番左っていうのもあるかもしれませんけれども、今後三笘が使われる場合はですね、ウィングバックの場合三笘自身に守備面の成長がかなり、求められる、相手が強くなればなるほど、三笘の脆さが、出ないかどうか、そこもね、成長しているように見えるシーン結構あるんで心配ではないんですけど、そこをね、一個取り上げてつつかれるのが、ちょっと怖いなみたいな、そういったね懸念はあります。三笘のやってるプレーウィングバックですけど、めちゃくちゃ上下運動して頑張るみたいな感じじゃなくて、必要な時しか走んないです。ただそれによってですね三笘がまあ、中にふわーっと入ってきて、空いた外のスペースを左のセンターバック3バックの一角が追い越していったりとか、結構ねあの柔軟に、こう戦い方をですね変化させるっていうか、まあ、相手にとって捕まえにくいサッカーやっていたりするんですね。ただその三笘のプレーとか見てると、本当メッシとかネイマールとかそういう系のプレーに見えますんで、チーム全体の攻守のバランス崩さないんだったら、そしてね、守備に重きを置くんだったら、三笘は前に置いといて自由にプレーさせて、もっと得点欲しいみたいな、もっと攻撃的に行かなきゃみたいなビハインドの状況で、ウィングバックにするとか、まあ、そういったやり方が、一番ね、この勝ち点を取りこぼさないやり方だと思います。でこのやり方で慣れていって、最終的にブライトンに復帰してですね、2トップの一角ですとか、まあ、5-2-3 とかもね使ったりとか、もしかしたら4バックとかもあるかもしれませんので、なんでそういった時に、まあ、左ウィングというか左のね外中心で、あとは自由に動き回るみたいな、そういったプレーを許されるといいなと思いまして、今でもブライトンに入ってですね、僕は違いを作る活躍できると思います。特に、左のウィングバックのククレジャ、長いクロス得意じゃないですけど、上下運動激しく守備も激しくできて中に入ってこれる選手ですので、ね、左のですねトップだったりですとか、シャドウの三笘張ってククレジャ中入ってくるみたいな、そういったコンビネーションめちゃくちゃ生きると思います。なんで僕としては
冬に三笘ですね、もうブライトンに行ってほしいというふうに思うんですけど、そのためには労働ビザをですね取得しなきゃいけなくて、今のですね、日本の、FIFA ランキングだと、60% 以上の試合に出場してなきゃいけないと。ただ森保さんの序列的に三笘があまり高くなさそうなんで、この辺がどうなんだろうなっていうね、そこクリアできるのかっていうのがかなり怪しいポイントです。でもう一つがですね、労働許可書の基準となる GBE というポイントベースのシステムで15点を超えればクリアとなると。でこのポイントをどう集めるかっていうと、ベルギーのジュピラーリーグっていうのはバンド2っていうですねレベルのグループに所属していて、そこのねベルギージュピラーリーグでベンチ入りするともう10ポイントもらえるんですね。なんで残り5ポイントどう稼ぐかっていうところでですね、まあ引用させていただいたサイト下に載せておくんで、よかったら見ていただきたいんですけれども、一応そのブログの方が計算した情報によりますと、1224分、これをですね出場時間が確保できれば、15ポイントに到達して三笘に労働許可書が下りるだろうと。でここにですね、まあ、ワイスカウトから僕が調べさせてもらったものをまあ付け加えると、現在91分の出場なんで、まだ1224分には程遠いんですね。ただ今の三笘の活躍だったら毎試合スタメンで出てですね、まあおかしくないっていうか、三笘しかさっき言ったような、後出しじゃんけんのようなプレーはできないんですね。で、他の選手が、そういったプレーできない以上、この力で1人2人のところ絶対突破してくれるみたいな選手って監督としてはめちゃくちゃありがたいんですよ。で三笘の守備面をですね、この別に守備が弱いってわけじゃないですけども、ウィングバックに使うとやっぱりちょっとねサイドバック系の選手と比べて不安なところがありますんで、なんでトップに使って、ただトップの選手たちもそれはそれで連携できてるから、ちょっと、難しいところっていうかね、一回ハットトリック取ったからって、もう全面的に三笘を押せるわけじゃないっていうのが、まあ、監督の状況だと思います。ただ三笘が持っている能力で言ったら、もうねすぐにでもプレミアに行けるような、そしてブライトンで見たいようなですね、今回の結果で興奮してるわけじゃないですよ。これはもう本当前から言ってますんで、そのぐらいの選手なのでどうしても行ってほしいと。そして今のねブライトンのポッター監督がすごくいい監督なんで、逆に来シーズンになるといなくなっちゃうかもしれない。このマッツ監督そのまんまね、今回の、このチームの内容とか見るとそのままブライトン行ってくれるならっていうところはあるんですけど、そんな簡単にベルギーリーグからプレミアリーグにステップアップできるっていう、まあそんなね監督の人事もないと思いますんで、ってなるとブライトンがですね、次にまたいい監督来るかもしれませんが、ポッターがいるうちに三笘が見たい。なんでね、三笘この活躍続けてもらって、今のコンディションを保ってこの後出しじゃんけんの、素晴らしいねドリブルとパスを続けていけばね、1224分なんてあっという間にですね経過すると思いますので、そしてねそんな活躍している三笘だったら森保さんも、呼ばざるを得ない状況になると思いますので、なんでねそういったところでこの三笘のプレーね、ただすごいというわけじゃなく、リズムでドリブルパスオフザボール全部してるこんな選手がね、日本で今ね久保と三笘この2人ね、存在してるっていうのはすごい時代で、僕らねサッカー見れてるなっていうふうに思いますから、今後も一緒に応援していきましょう。面白い動画だと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。デオサルトボーでした。